子のボンボンにですね、読み終わった空き缶を渡してですね、息子のボンボンに空き缶回収機をやらせて、その変わったコインを息子から奪うという方法を取ったんですね。でもね、ボンボンはもうそれは嫌よと、いくらなんでもお母さんに言うのは嫌だよってずっと逃げ続けてたらですね、仕方なくチェリーも覚えます。なんでね、とても能力は高いんですけれどもね、すごい無駄な努力はしないというか、はい、楽な方でいけますね。それぐらい知能が高い証なんですが、はい、そうこうしている間に3本目ですね。あ、もう始まった。もう取られることはないと分かったみたいで、片手で飲み、ジュースを飲む、残念ながらチェリーが戻ってきてしまいました。もちろん右手に空き缶を持って正面にいるズブヒ君の夏割は見れました。硬いね、殻のあるクルミをですね、ズブヒ君はハンマーと、ね、石の台座を使って割って今食べています。正面のね、ちょこんと座っている5歳の子、これもね、道具の使用ですね。